何度も連絡してくんねんブス。人が旅行楽しんでる時に。お姉さん大変よ。何もうバレちゃった。案外早かったわね。何のこと？あんたのクレが持ち出したこと。あんたバカだから気づかないと思ったのに。は？私のカード？そう、旅行行くのに軍資金足りなくて困ってたのよ。だからあんたのカバンから拝借したわ。何バカなこと言ってるの。ふざけてる場合じゃないよ。大真面目だよ。私遊ぶことには真剣に取り組むの。そんで夢中で遊んでたらあんたのカード限度額まで使っちゃったけどいいよね。は？いい加減にして。それどころじゃないんだってば。あのね、仕方ないじゃない。うちのバカ旦那がお金出してくれないのが悪いのよ。そんな言い方やめて。だってそうでしょ、人が旅行に行くって言ってるのに腹が痛いなのなんだのって言ってふざけた芝居して。え、お兄ちゃんお姉さんが出かけるとき具合悪いって言ってたの？そうなの。バカ丸だし、私がそんな嘘に引っかかるわけないじゃん。仮病を使って引き止めるなんてその手には乗らないわよ。それでお兄ちゃんを放って旅行に行っちゃったっていうの？当たり前でしょ。この旅行はね、前から約束してたんだから。あんな男に止められたぐらいで誰が中止にするもんですか。その時お姉さんが救急車でも呼んでくれていたらバッカじゃない？なんで仮病って分かってるのにそんなもの呼ぶのよ。お兄ちゃん亡くなったよ。今お兄ちゃんの葬儀中なんだよ。は？みんな留守にしていたから家帰ってきたらお兄ちゃんリビングに倒れてて慌てて救急車呼んだけど手遅れだった。じゃあ本当に具合悪かったんだ。は？なんなのそれ。亡くなったんだよ。悲しくないの？だって臭い芝居にしか見えなかったんだもん。表現力悪すぎ。でも逆に都合いいわ。なんてこと言うのよ。それでも人間、仮にも奥さんだったのよ。だって本当のことだもの。それでどこにいるの？もう葬儀終わっちゃうよ。今すぐ帰ってきて。それは無理。は？だって私今海外旅行中だもん。急いで帰っても間に合うわけないし、お兄ちゃんにもう会えなくなるのよ。別に特に会いたくもないし、それにもうあの世に行っちゃったんでしょ。今さら慌ててもしょうがないじゃん。亡くなったのはお姉さんの夫なのよ。分かってるわよ。だからって私が今すぐ帰れば生き返るの？それなら帰るけど無理でしょ。そんな言い方ってないんじゃない？私は素直な性格だから正直なの。どうせ間に合わないんだからゆっくり遊んで帰るわ。は？こんな時に何考えてるのよ。私が帰るまでに辛気臭い葬儀なんて終わらせておいてね。そういうの面倒だから。じゃあね。私はマスミ、27歳、独身です。実家で両親と3歳上の兄夫婦と一緒に暮らしてました。ここ数日兄の顔色が優れないとは思っていましたが、兄に確認するも大丈夫と答えるだけでした。まさかこんな急に旅立ってしまうなんて。もっと強く病院に行くように進めるべきだったと後悔がつきません。なのに技師は体調不良を訴えていた兄を見捨てて旅行に行ってしまったなんて。そんな技師のことを私は生前の兄から相談されていました。技師は何も知らないようですが、虫の知らせってやっぱりあるのかなって後で思いました。3日後、お姉さんもう葬儀も何もかも済んだけどいつ帰ってくるの？まだ旅行の予定3日あるからきっちり楽しんでから帰るわ。自分の旦那が亡くなったのに遊んでいられる神経が理解できない。言ったでしょ、早く亡くなってくれてラッキーだって。随分ひどいこと言うのね。だってこれからの長い人生あんなつまらない男とずっと一緒かと思うと憂鬱だったんだから。やっと妻の役に立ってくれた。お兄ちゃんが好きで結婚したんじゃないの？まさかあんな男誰が好きになんてなるもんですか。じゃあどうして結婚したの？そんなの実家が金持ちだからに決まってるでしょ。他に何の取り柄もない男だったんだから。そんな言い方ひどすぎる。お兄ちゃんがかわいそう。今さら心にもないことを言っても意味ないでしょ。もうあいつはいないんだし。お兄ちゃんに悪いと思わないの？なんで？全然意味わからない。でもちゃんと感謝はしてるわよ。お姉さんにもそんな心があったんだ。当たり前じゃない。これで私の一生は安泰。邪魔な男は消えてくれた上にお金はこれから私の自由自在。何の話してるの？旦那の残した財産に決まってるじゃない。うちは子供もいないし夫の財産は全部妻のもの。ああそういうこと。そうよ、私は長男の嫁だし、その家のものは全部私のよね。だからあんたのクレカ使ったことも全然問題にならないよね。ならないわけないじゃない。何？あんたも細かい女ね。じゃあ財産全部いただいたらちょっとくらい返してあげるわよ。私って寛大。それにね、まだ他にもあるから。他にもって何狙ってるの？なんか嫌な言い方するわね。そんな言い方したら私が嫌な女に思えるじゃない。私はそう思ってるけど、あんたってほんと生意気。でもただの妹のあんたには何にも手に入らないから。何のこと言ってるのよ。あの人ね、保険入ってたのよ。それも結構高額なやつ。それももらうつもりなの？だって私は妻だもの。受取人は私なのよ。呆れた。葬儀にすら帰ってこなかったくせに、もらうものだけもらうなんて、どれだけずうずうしい神経してるのよ。そういう男を選んだ私に見る目があったってことよ。もう自分で自分に感心するわ。これも妻の権利よ。つまらしいこと何もしなかったくせに、あんな不細工な男が私と結婚できたんだから、それで十分じゃない。あなたって人はどうしようもないわね。なんかあの人いなくなって私は明るい未来ばっかり。これからのこと考えたらウキウキワクワクよ。お兄ちゃんが亡くなったばかりだっていうのに不謹慎だと思わないの？こんなに嬉しいことばっかりなのに悲しいふりなんてさすがに無理。じゃ、あと3日で帰るからよろしくね。3日後。ますみさん、私もうすぐ家に着くわよ。そうですか。ねえ、目録ってあるのかな？何ですかそれ？だって私が何をどれだけもらえるのか知りたいじゃない。そんなのあるわけないでしょ。なんだ、つまんない。一体何考えてるの？そんなひがまないでよ。心配しなくてもあんたには1円もあげないから。旦那の財産も保険金も全部私のもの。残念ながら世の中そんなに甘くないわよ。どういう意味？お姉さんの浪費が過ぎてお兄ちゃんろくに貯金もないって言ってたし。そんなの関係ないわよ。うちの人が継ぐ家の財産があるんだから、今となっちゃそれ全部私のもの。そう思ってたんだ。当然よ。それぐらいの知恵は働くの。私はあんたみたいにバカじゃないから。どっちがバカだか。そんなのあるわけないじゃない。何言ってんのよ。現に家があるんだから、うちが金持ちだってことくらい分かってるのよ。だから結婚したんだから。あのね、うちの両親まだ健在なんだけど。それがどうかしたの？本当に分かってないの？親生きてるのにお兄ちゃんに財産行くわけないじゃない。え？旦那が亡くなったその親の財産は嫁には全く相続の権利なんてないわよ。は？お姉さんたちに子供がいればお父さんたちの孫になるから相続の権利はあったでしょうけど、お姉さんお兄ちゃんに子供は欲しくないって言ってたそうね。あんな不細工な男の遺伝子を持った子供なんて産みたいわけないでしょ。だからお姉さんには1円も受け取る権利はないわ。まあ子供がいても親が生きているうちは生前贈与でもしない限り相続できないけど。嘘でしょ。そんなことも知らなかったなんて。でも私にはまだ保険金があるわ。お兄ちゃんの生命保険のこと？そうよ、あれは私が入らせたの。受取人は私。確か1億あるはずよ。お姉さん、お兄ちゃんが何も知らないとでも思ってたの？何のこと？家事も何もかも私はお母さんに任せっきりで、自分は何もしないで毎日のように外に出かけて、それで気づかないとでも。私がどこで何しようがあんたたちに関係ないでしょ。家には召使い同然の暇な女が2人もいるんだから、私がする必要ないし。そのために同居したんだから。そうなのね。でもお兄ちゃんお姉さんのこと調べていたのよ。もう証拠揃ってるから。え？お姉さんの浮気の証拠。ああ、そう。でももうあの人いないのよ。今さらそんなの出てきても関係ないわ。私が妻であることに変わりないんだから。保険金は私のもの。そんなわけないじゃない。どうしてよ。外で遊び歩いて浮気ばかりしているお姉さんをいつまでも保険金の受取人にしてるわけないでしょ。え？まさか。当然書き換えてるよ。受取人の名義は私にしたってお兄ちゃん言ってた。亡くなってから少々確かめたら本当に私になってたよ。嘘よ。本当だよ。私はそんなのいらないのに、お金よりお兄ちゃんに生きててほしかった。なら私にちょうだい。はい？いらないなら私がもらってあげるよ。あげるわけないじゃない。散々お兄ちゃんを裏切って好き勝手してたくせに。じゃあもしかして私1円ももらえないの？もらえないどころか私のクレカ盗んで使ったんだから、当然訴えるわよ。カード会社から損害賠償請求行くんじゃない？そんなの払えるわけないじゃない。私財産もらえると思ったから借金してお金使いまくったのよ。それは大変ね。あと窃盗にもなるから警察にも行くかな。ひどい。家族を訴えるっていうの？あなたなんか家族じゃない。とにかく今から家に帰るから家で話し合いましょう。もう着くから。もう遅すぎるわよ。あんたの荷物は家の外に出してあるんで。まあ大した荷物もなかったけど。はあ？それ持ってとっとと消えて。あなたの顔見たらお父さんブチギレそうだから。ひどすぎる。それはこっちのセリフだから。早く消えないとどんな目に遭うかわからないよ。知ってるでしょ、お父さんが空手の有段者だってこと。まさか私を？それはお父さん次第だから。お願い許して。何でもいいからあの人の財産ちょうだい。お金がいるのよ。この後に及んでまだそんなこと言ってるの、本当に信じられない。お願い助けて。これからはいい嫁になるわ。旦那もいないのに誰の嫁になるのよ。誰でもいい。なんならお父さんでも。お母さんもキレさす気？じゃあ真澄さんでもいるか。私が男でもあんたなんて願い下げ。お願いします。助けてください。さようなら。いやー！後日談。実はすでに警察に通報済みで、技師は家に帰ってきた途端、窃盗で逮捕されました。浮気相手も技師から財産が入ると言われ、それを当てにしていたので、借金女には興味なかったみたいで、早々に捨てられたようです。その後、猶予期間が設けられて釈放されましたが、借金の支払いのため、昼夜のわけなく働いて極貧生活をしているとか。おかげですっかり老け込んで年よりずっと上に見えるらしいです。助けてくれなんて泣きついてきましたが、お門違いですね。私たちは優しかった兄の思い出を胸に、これからも家族仲良く生きていきたいと思います。